プリンチェサです。今回はこちら、おしり探偵のお出かけパズルセットを紹介していきます。はい、こちら、バッグのようになっているセットで、中には4種類のパズルが入っています。はい、その名の通り、お出かけにも持っていけるよと書かれていますね。はい、パズルシート4種類は、推しリバーシブルパズル、レベルアップパズル、コースを変えられる迷路、そして窓枠宝探しになっています。はい、どれも面白そうですね。では早速見ていきましょう。まずはパックから取り出します。ピリ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 。はい、今回はアマゾンさんでゲットしました。本屋さんとかのコーナーにあればあるんですが、なかなか見つからなかったんですよね。はい、この表のところにはちょっとこの部分がプラスチックになっていて、窓になっていて中が見えるようになっています。たくさんおしり探偵見えますね。はい、どこから開けるのかな。横からですね。はい、横にこんな風に入っています。全部出しちゃいます。下には段ボールの紙が入っているけど、高さ合わせかな。はい、取り出しても大丈夫。ただしっかりしまっておくのには、この台があった方がぐちゃぐちゃっとなんなくていいかもしれないですね。はい、パズル全部で4種類はこんな感じでそれぞれつなげられるような形になっています。はい、どれも楽しそう。どれにしようかな。気になるのは、まずは表紙にあったこちらですね。カードを裏返して同じ絵柄を探そう。神経衰弱みたいなゲームができるパズルってことですかね。どんな絵柄が描かれているか、まずはこちらから見ていきたいと思います。はい、推しリバーシブルパズル、名前も面白いですよね。これ一番初めはちょっと取れづらいかも。でもネタバレになっちゃうな。どうしよう。思いのほか外れづらい。あ、後ろから押してあげると取れやすいかも。はい、まずはこちら見ていきましょう。ずらしてみると、お、目をつぶったおしり探偵がいます。ひっくり返してみると、あ、怪盗 U が出てきました。この場所には怪盗 U が出てきました。どうしよう。隣行ってみようかな。隣開けてみます。誰かな？あ、この顔は同じですね。裏は？すずちゃんがいました。すずちゃん。はい、10箇所の窓を全部覚えきれるかな？ここは誰かな？じゃじゃん。あ、怪盗 U！ これはラッキー。これと、これは一緒ですね。はい、ワンセット見つけました。はい、続いてこちらを開けてみようかな。ここは誰かな？あ、すずちゃん！ということで、はい、2セットできました。すずちゃん。はい、続いてはこちら。誰かな？じゃじゃん！ブラウンが出てきました。ブラウン。どれにしようかな。じゃあちょっと遠いこの辺り開けてみましょう。じゃじゃん。あ、マルチーズ所長が出てきました。はい。同じ形だから場所をずらせるんですね。これは、あれかな。おしり探偵はいないのかな？じゃじゃん。マルチーズ所長だ。ということは、これとこれが一緒。おしり探偵はこれかな。じゃん、おしり探偵いた。隣かな、下かな、どっちでしょう。下にしようかな。じゃん、あ、残念、ブラウン。ということは、はい、こちらとこちらでブラウン見つけました。
残りの一つはおしりたんていで合ってるかな？じゃん！はい、おしりたんていも無事発見しました。下に描かれてる絵はどれも同じなんですね。目をつぶったおしりたんてい。スイートポテトのこと考えてるのかな？はい、ではこのおしりたんていのチップをぐちゃぐちゃに混ぜてここに戻していきましょう。おー、どこに何があるかわからない。はい、ではこちらを戻していきます。おー、楽しみ。結構しっかりはまりますね。ピタッとはまります。はい、ではブラウンとおしりたんていで対決していきたいと思います。まずはブラウン。さあ、どこから行こうかな。端っこから行きます。よいしょ。おしりたんてい発見。もう一つはどこにしようかな。トン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 、ここら辺にしよう。行くぞ。しょ、すずちゃん残念。続いてはおしりたんていの番です。さて、どこを開けようかな。ここを行こう。よいしょ、マルチーズ所長発見。そしてここら辺を行こうかな。あ、ブラウンだった。さて、続いてブラウンの順番です。ブラウン、次はどこを開けようかな。ブラウン出てきた。どっちだったかな。どっちだったかな。こっちかな。あ、やったー、ブラウン発見。1点ゲット。ここ行こうかな。あ、怪盗 U が出てきた。怪盗 U か。ここ開けたっけ。開けてないとこどこだろう。端っこ開けてないかな。しまった。ということは、うまくいけば全部おしりたんていが取れるけど、あとは私の脳みそが覚えているかどうか。さて、おしりたんてい、次開けるのはここ。え、これ一回開けた。マルチーズ所長、どうしよう。ここかな。おしりたんていだった。しまった。やってしまった。はい、ということでブラウンの番です。ここおしりたんていだったはず。そして隣もおしりたんてい。続いてここ開けた。マルチーズ所長だ。ということはここ、やった、マルチーズ所長。さて、続いてはうーん、開けてないのどこだろう。これ、あ、怪盗 U、 こっちでした。開けてなかったの、怪盗 U。 ということでこの組み合わせが、はい、すずちゃんでしたね。今回はブラウンの勝ち。はい、こんな感じでもちろん何人でも楽しめますし、一人二役で楽しんで遊ぶこともできます。はい、では続いてこちらのパズルを見ていきます。こちらはコースを変えられる迷路となっています。はい、とりあえずこのノーマルパターンでいきましょう。この場合ですと、トコ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 、こっちですね。行き止まりは避けて通っていきます。あ、どっちの道にも行けますね。こっちで行っても OK。 こっちの方が近いかな。はい、ぐるーっと回ってゴールにたどり着きました。これをルートを変えるとどうなるんだろう。はい、いろいろ外してみたいと思います。とりあえず全部外したらどうなのかな。お、
発見のお目目をしたおしりたんてい。お、こんにちはって感じで帽子を取ってますね。ここのおしりたんていはどんなん？あ、ブラウンが来ました。あ、そしてパズルの裏側にも、こんな感じで。あ、元の場所に戻すときには、この帽子やメガネ、虫メガネなんかを頼りに戻してあげるといいよってことですね。なるほど。で、この紫のは怪盗ユ、あ、キラキラお宝。この黄色い場所にはマルチーズ署長と犬の、ここの胸元のバッチですね。はい、最後ピンクっぽいのは、おー、おしりたんていとティーカップ。はい、この道をいろいろ変えてみましょう。これだとつながんないですね。これでもうちょっと変かな。これはどこにつなげるのが合ってるのかな。こんな道にもできるのかなっていうのをちょっとつなげてみたいと思います。これピンクの場所ですけど、でもぴったり当てはまるところって難しいかも。これくらいだったらあり？ありかな。ちょっとここ行き止まりっぽくなっちゃってるけど、これつながってますにできるかな。あ、これは無理だな。これは無理、これは無理。例えば、どういう風なんだといいんだろう。こうとか？ああ、ちょっと意地悪っぽいパズルになったけど。と？つながりそうなところ、どこかな？これ面白い。これだとずれちゃいますもんね。これはダメだ。これは？これは？無理かな？これもちょっとずれちゃいますよね。これは元のところだし。これもずれちゃうな。超頭の体操。あ、これ行き止まりにしちゃってもいいのかな。あ、これはこの元々のところだ。難しい。コース変えられるって言ってもこれ難しくない？これもありか。一応ありっぽいやつはつなげちゃおうかな。これ、あ、これはあり？そのまま？で、この道。お、こうつないじゃう？無理やりこうやっちゃおうかな。で、これは？もともとのと、あ、もともとのところだ。これにすると、ゴールまで、いけないよね。ゴールまでいけないじゃん。試しにブラウン行ってみるけど。トコ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 。行き止まり。トコ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 。行き止まり。ゴールまでいけないじゃん。あ、そっか。ゴールからをなんとか繋いであげなきゃいけないんだもんね。面白いけど不思議。はい。ちょっと無理やりかもしれないけれども。これならいけるんじゃないかっていうのを一つ作ってみました。どうでしょう？さて、おしりたんていに行ってもらいます。スタート！はい、これはこっちを行っても、こっちを行っても大丈夫。はい。トコ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 、行きます。順調に行きます。はい、ゴール！ということで、数箇所ちょっともうこんな感じで途切れてるところとかもあるんですが、まあかろうじてこれならありかなという答えを出しました。これ以外の道思いついた人がいたらぜひぜひコメント欄に写真を載せてほしいなと思います。これは頭使いますね。どうしてもコースが考えられなくて思いつかないときは元の絵のところに戻してあげましょう。はい、ここには犬の
マークのついたカードを置いていました。この部分にはブラウンの帽子を置いていました。この部分には虫眼鏡を置いていました。この部分にはおしりたんていの帽子を置いていました。はい、ここの部分はこんな感じですね。元に戻すと、はい、元に戻すのは意外と簡単。道をこうつないであげればいいだけですのでね。はい、残るこちらはそのままのものをちょっと方向を変えたりして入れていました。この場所はちょっとどうしても他に替えが効かなかったので同じものを入れていました。はい、というわけでこちらコースを変えられる迷路の紹介でした。では続いてはこちら窓枠宝探しをしていきましょう。怪盗 U はどこに隠れているのでしょうと書かれています。怪盗 U 以外には誰がいるのでしょう、そこも楽しみに見ていきましょう。こちらのパズルもちょっと後ろから押してあげると綺麗に外れやすいと思います。どこから探しますか。どれにしようかな、どれにしようかな。はい、ここから行きます。ここは誰かな、じゃじゃん。お、虫眼鏡と猫ちゃんかながいました。どっちに隠れてるんでしょうね、こっちなのかな、こっちなのかな。はい、続いてはお隣行きましょう。じゃじゃん、あ、おー、怪盗 U 発見しちゃった。そしてびっくりしてるタコみたいなペンギンみたいなのがいますね。はい、怪盗 U いました。他の窓も見ていきましょう。一人だけとは限らないかもしれない。じゃじゃん、こちらは、お、おとぼけ袋みたいなとこには手紙がありました。これ思い出しゲームもいいかもね。ここには、お、はい、指輪と、あ、なんだろう、 SP っぽい感じ、犬がいますね。偉そうな感じのがいます。下行きましょう。下は、お、ちょっと怒りんぼのコアラちゃんかなと羽ペン、羽ペンがありました。隣は、うん、これは何でしょうね、不思議な生き物と紅茶が入りました。後ろにはスイートポテトの絵もありますね。ちょっとインテリさん的な。ここ開けてないですよね。ここ行きましょう。ここはスイートポテトと写真家の亀かな。ここは誰かな、お、困った兄弟、なんか野球でもしに行くんでしょうか。宝石が一緒にありましたね。こちらは電話とマルチーズ所長、こんなところに登場、かわいい。はい、以上になります。全部ひっくり返してみちゃいましょうかね。はい、おしりたんていによく出てくるいろんなものがありました。怪盗 U は1体だけでしたね。はい、今回は右下に隠れていましたが、これもちろん同じ形なので場所を変えてこんな感じでシャッフルして遊ぶこともできます。なのでね、はい、クイズのように出し合いっこしても楽しいんじゃないかな。別に怪盗 U を見つけなくてもいいんですよね。はい、この状態で例えば、うーん、羽ペンはどこに隠れていましたかとかって言って、もう自分では覚えてないんですけど、まあ羽ペンを探すといいんじゃないかな。あ、ここにありましたね。はい、こんな感じで楽しく遊んでみてください。最後はレベルアップパズルの紹介です。優しいパズルと難しいパズル完成できますかと書かれています。なに、それは何、後ろにもあるってことかな、絵柄が、もしかして、もしかして。はい、おしりたんていの絵柄の表を
裏返すと、あーすごい絵がある。いきます、せーの、じゃじゃん。はい、難しいバージョンがこちらになります。ちょっと茶色の部分とか似たような色の場所が増えるので紛らわしくなるっていう感じですかね。面白い。ではどうしよう、やってみちゃいましょうか。まずは優しいからいきましょう。バラバラにしちゃいます。はい、ではまずは優しいからやっていきたいと思います。いきます、よーいスタート。優しいスイートポテト出てきた。こっちかな。帽子、帽子、帽子、ハンカチ、ハンカチ、あ、ここ、おお、いいねいいね。はい、これは、え、あ、これでいいのかな。これは、あ、なるほどね。この部分が四角じゃなくてデコボコなのは紛らわしい。目、目、目どこ？あ、目、目。こうですね。どっかの目。はい、そしてこれは？え？これ口。じゃあここら辺？あー、こういうこと？で？上の部分でしょ。コーヒーカップ見つけて、お尻探偵事務所の名前が入っているもので、これは、あ、お手紙下ね。下の部分をつなげていけばいいかな。足跡でつないでいきます。あ、そうするとお尻のお口のところ、はい、こんな感じ。ここはこうなのかな。目、え、あ、こっちか。目、目でつないでいきます。え、こっちじゃないの、こっちか。え、え、うまくつながらない、つながらないのかな。あ、つながった、よかった。と、インク、インクが来ました。インクここ、はい、これですね。あとちょっと、急げ急げ。お、ここだ。これは何？ぷくっとしたほっぺみたいな。上？こっち？あ、こういうことか。髪のテカリはこれ？できました。さて、ではこれをリセット、難しい方をやっていきます。レベルアップ、どうしよう、レベルアップ大丈夫かな。さあ、なんか、あの、灰色じゃないや、茶色っぽいものがいっぱいあった場所があったなくらいは覚えてますが、さあ、難しい、唯一わかるのはこの角のところだけですね。ではいきます、どれくらいでできるか、よーい、スタート。はい、じゃあ難しいの角から入れていきます。これかな、上か下かもわからないんですけど、あれ、こんなんじゃなかったっけ。あ、これで良さそう。え、絵描けてるのかな、下の部分。あ、インク見つけました、インク、インク。セットでしょう。ティーカップのところとスイートポテトで分かりました。ここら辺がつながるかな、どうかな。
おしりたんてい、おしりたんてい、目でかくない？こんなに目大きいの？目の部品に惑わされる。下これなんだろう。あ、お皿のところだ。とブラウンのお口がありました。ここかな。これは上の絵っぽい。あ、おしり探偵のこれは手ですね。手は埋まった。あとベレー帽が出てきた。ベレー帽をつければ頭の上のところが完成してくるはず。お、いい感じ、いい感じ。なんでこんな目が大きいだろう。はい、この場所はこうですね。こうかな、こうかな、ぽい気がする。お、ここですね。これは、あ、怪盗 U が、そうだ、後ろから覗いてた怪盗 U。 お、一列できたかな。あとは前髪の分かれ目、この下に目を持ってくる。うわ、本当に目でかくて大丈夫なんだ。はまるかな。あ、はまりました。キュッと、ちょっと膨らむかな。え、この目はここでいいの？あ、いいんだ。なんかおかしいかなと思ったけど大丈夫でした。で、羽ペンは、あ、こうなるのか。ちょっとこっちの方がはめ込みづらいかも。ブラウンの帽子をヒントにつないでいって、はい、3分21秒80。はい、ということで3分半くらいで作れましたね。そこまで超難しいっていう感じではなかったんですが、やっぱりちょっとこのパーツの場所に迷いがありましたね。この真ん中のところがくぼんでるのがポイントかも。ここにちょっと惑わされちゃうので、頑張って作ってみてください。はい、というわけで今回はおしり探偵のお出かけパズルセットを紹介しました。いかがだったでしょうか。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。